こだまです。はい、どうも、編みぐるみストの角田です。どうも。はい、そんなわけでですね、今回は僕が編んだ中からのキャラクターものシリーズの中から一つご紹介させていただきたいと思います。はい、では今日も張り切っていきます。イエーイイエーイ。はい、まあそんなわけでですね、今回ご紹介させていただくキャラクターはこちらになります。チャッチャチャーンチャン。はい、こだまです。ちょっといきなりこの尻餅的な感じになっちゃってますけども、もののけ姫でおなじみのこだまですね。はい、こんな感じのこだまくんですけども、もののけ姫は皆さん結構見ましたかね。結構僕は好きですね、もののけ姫は。はい、なんだかんだでジブリというかですね、宮崎さんの作品は好きな私です。はい、まあそんな子供ですね。はい、でですね、まあいつものようにですね、ここに指の上に乗っけるとこんな感じです。はい、でこれはですね、90番の糸を25号のかぎ針で編んだ子玉になります。はい、でですね、まあサイズですけど大体こんな感じですね。1センチ、まあちょうど1センチぐらいですかねの子玉になってます。はい、でですね、まあいろいろと見ていただくとですね、まあ見ていただくといっても、まあ顔ぐらいですよね。特にもし見ていただくというか、まあこんな感じの子玉なんですけども、結構子玉がなかなか納得がいかないんですよね。結構シンプルなだけに、なんて言うんだろう、難しいですよね。で、なんだろう、この顔をちゃんと、なんていうのかな、ちゃんと作っちゃうと子玉っぽくない、なくなっちゃいますよね。このちゃんと、この、丸、例えば丸をちゃんと丸にしちゃってとか、それよりも若干形がいびつにした方が、ちょっと子玉らしさが出ると思うんですけどもね。はい。まあ、そんな子玉くんですね。で、これが、ですね、でこの前にもですね、1個試験的に編んだ小玉があるんですけども、それがですね、なかなかパンチが効いてるんですけどもね、まあ、こちらになりますね。はいはい、小玉ですね。もう小玉というかあれですね、小玉というよりもムンクですよね。酒な、どうしちゃったんだろう、叫び疲れていじけたムンクみたいな感じですよね。このなんか部屋の片隅でなんかもうこうやってあれですよね、こうやってやるとなんかいい感じじゃないですかね。こうやってなんかいじけちゃって、なんかもうどうしたんだいムンクみたいな感じでなかなかちょっと日頃の疲れが出ちゃってるムンクくんみたいに、もう叫び疲れてなんかあれですね、そんな感じのムンクっぽくなっちゃいましたけども、あ、ムンクじゃないや、そんな感じの小玉ですね。はい、ですけども、まあ、これはですね、ちょっと明らかに何だろう、失敗というかよくわかんない感じですよね。もう手探り感が満載な感じですけども、まあちょっと今のと比べるともうこんな感じですよね。なんだろう、かわいさ、まあ、もうよくわかんないですね。このツーショットもちょっとこう見るとちょっとダメですね。ちょっととりあえずちょっともう一回ちょっと小玉をもう一回ちょっと編み直したいんですけども、でちなみにこの目の付け方は違うんですよね。こっちが後付けで、こっちが、途中で糸合いをして編んでみたんですけども、ちょっと糸合いの方はちょっとダメっぽいですよね。この感じだと、この小玉に関しては。ちょっといただけないというか、もう、なんだろうなーみたいな感じですよね。ちょっとこれは本当に、なんだろう、本当になんかジブリの方にもちょっとごめんなさいって言うしかないですよね。この宮崎さんにもちょっと。謝りたい感じですけども、まあこんな感じの小玉を通ってこっちの小玉に、まあ若干可愛くはなったと思うんですけども、ムンクよりも、まあちょっともう一回ぐらいちょっと気合を入れてちょっ
っともっと可愛いのをちょっと編んでみたいと思います。次は糸ですね、これも90番なんですけども、次はそうですね、100番糸でちょっともう一回りぐらい小さい小玉をちょっと編んでみたいと思います。はい、まあ、そんなわけでですね、今回はちょっとこのなかなかパンチの効いたムンクのいじけた感じの小玉もちょっと見ていただいたということでですね、またじゃあちょっと今度は気合い入れてちゃんともっと可愛い小玉を編みたいと思います。はい、そんなわけでですね、またお会いしましょう。ではでは、プシュー。